ございます。去年のステージでございます。ザブローって。はい、というわけで歌れ右でございます。はい、今日もね、毎回なんかやらな気が済まんのね、君はね。いやいやいや、このタウン町田 TV ではこういう枠で歌い、いやいや、こういう枠じゃない。あ、違う。これそれやるの芸人さんですか。あ、そうそう、僕たちアーティストです。意外と自分では歌い手さんです。この、似てるかなと思ってたんだけどね、あんまり微妙だね。ただ、サンバイザー劇場とかの、ね、モノマネよりは頑張って、はい、もうちょっとサンバイザー劇場頑張ろう。そうだね、頑張りましょう、はい。というわけでね、今月もやってまいりました、町田ミュージックパークということで本番終わりました。ありがとうございます。ありがとうございました。タウンマイチダ TV 見てる皆さん、いかがお過ごしでしょうかね。はい、ね、ここのとこ食レポやってないんでね、ちょっとね、
まあ、僕の気持ち的にはね満腹になっておりませんが体は満腹ですよ。見なくても大丈夫ですよ。はい、覗かないでくださいね。失礼しました。さあ、町田の皆様、朗報でございます。あ、なんと6月歌連ですね、はい、町田のライブハウスでライブがあります。イエイ。はい、やっと町田で、イエイ、町田ではですね6月の12日、はい、ビートボックスカフェというところでですね、僕たちの、バンドバージョンの時にサポートでいつもピアノを弾いてくれるスコーペアというやつがいます。そいつがですね、企画ライブをするということで、6月12日ビートボックスカフェでお待ちしておりますので、ぜひぜひ町田の皆さんご来場ください。そしてもしそこに初めて来てくれて僕たちのこと気に入ってくれた方はですね、ぜひ今月もう一つ推したいライブがあるんです。6月の19日、僕らがいつもやってます新大久保はクォーターノートでですね、オンコチシンというなんと投票制でその日の一番を決めよう、そんなライブがあります。歌連そこに初めて投票制というライブに参戦させていただきます。なのでどうしてもやっぱ勝ちたいよね、出るからには勝ちたい、うん、でも勝つためにはみんなの力が必要です。ぜひぜひ僕たちを応援しに来てください。よろしくお願いします。清き一票よろしくお願いします。こんな感じでね、ライブの方は進めていきたいと思います、はい、そして、4月に発売いたしました歌連の初ミニアルバム朝日が昇る、ただいま絶賛発売中でございます、もう今月には、ね、おそらく PV も上がってくるんではないかと思われます。またね PV の方は歌連のサイト等で時が来ましたら、オープニング動画等で使っていきたいと思いますので、それまで楽しみにしていてください。歌連からは以上です。じゃあリック君最後に、はい、一つボケて終わってください。君がそういう若だと言うならばやりきってもらおうじゃない、はい、今日は俺、今日は俺、そうだよ、今日は俺、うん、そういう役割ならもうそこもやりきってよ、行こうよ。ちょっと待ってねすいませんね、少々お待ちくださいね、彼こういう無茶ぶりには本当に弱いんですね。え、頼んでもないことはよくやるくせにね、頼まれると弱いんですね。 OK です。はい、じゃあリキ君の一発ボケ、1,2,3 倍さ、12日遊びに来てねバイバーイ